こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回は RB26 スープラをお送りします。チューニング付きでトップシークレットのスモーキー長田氏を知らない人はいないでしょう。でも今回初見ですという方のためにスモーキー長田氏について簡単に紹介します。スモーキー長田こと長田和彦氏は千葉県にあるチューニングショップトップシークレットの代表です。最高速エンジンスワップを得意としており、数々の伝説をお持ちです。そもそもなぜスモーキーなのかと言いますと、あらゆる場所でバーンアウト、すなわちタイヤを空転させて周囲に白煙を撒き散らすことからそう呼ばれるようになりました。武勇伝にはこと欠かないスモーキーですが、その中でも一躍彼の名を世界に知らしめたある出来事があります。それは世界一のスピード違反です。場所はイギリス。制限速度112キロの公道をスモーキーはなんと317キロで走行、205キロのスピード超過ということで警察に逮捕されました。この爆走を地元メディアが大々的に取り上げた結果、スモーキーはストリートレーサーに半ば英雄扱いされることとなり、その名を世界に知らしめたのでした。そしてこの時乗っていたマシンというのが今回紹介する RB26 スープラです。このマシンは矢田部0300キロ加速仕様のスープラです。当時0300キロ加速は4駆の GTR の6段上。しかし2駆であっても空力が GTR よりも格段にいいスープラならいけるんじゃないかと、数々のショップが80スープラを矢田部に持ち込んでいました。ところが 2JZ の持つ特性である、下のトルクはあっても上が回らないということから、軒並みタイムは伸び悩みました。一番欲しいところのパワーが足りない、だったら上まで回る GTR のエンジンと空力のいいスープラのボディをくっつけちゃえばいいんじゃないか、そんな発想からこのマシンは作られました。果たして思惑通りの走りができるようになったのかどうか、実際の様子を見ていただきましょう。それでは公道爆走シーンに続いて矢田部0300キロ加速の様子をご覧ください。どうぞ。追いかけるは英国式オフィシャルカー。結果スモーキーは牢屋へぶち込まれたのでした。後日イギリスの新聞各社はこの大胆不敵な犯行を一斉に報道。この前代未聞の最高速アタックはイギリスのオプション的存在マックスパワーでも大々的に披露された。しかしこの暴走チンチクリン、写真で見るとめっちゃ悪そう。行動最高速テスト。雨が降る超ウェット路面の中、もうもうと波形を立ち上げた後はフル加速。ウェットじゃなきゃもっと上まで狙えてた後はスモーキー。しかしまたもや現地オフィシャルカーに気づかれ、あえなく御用となったのでした。 FR 最速を狙うトップシークレットスープラ、 AV モニター、エアコン、パワーステはもちろん、ウーハーまで付いている豪華版ストリートマシン。それでいてエンジンは RB26、ブースト 2.3 の時には1000馬力を発生させるというからすんげー。今回はブースト 1.8 でトライ、パワーは750馬力だ。で FR 最速の25秒台をマーク。しかしタイヤとフェンダーが当たってしまうということで、車高を上げ同じタイヤで再トライ。GTR は軽量化もしてあるのにですよね。こっちはあんまり軽量してなくてウーファーまで積んであったりして、こっちの方が速かったら GTR は4駆の車と違いが2秒ぐらいですよね。だから2秒ぐらいでもし GTR の0300キロとのそのまま2秒違いぐらいの差でいけるんだったら、
っとやってみるのは面白いなっていう、この車の形状とあと車のバランスとで空力がいいっていうところでこのスープランを選んだっていうのが、もともとのトヨタのエンジンが低回転トルク型ですよね。ある程度チューニングしていっても一番パワーが欲しいところのスピードのエンド部分ですよね、そこでのパワーが足りない、熱対策とかが追いつかない、簡単に言えばスープランのいいところと GTR のいいところをくっつけちゃったような、このスープランのボディに RB26 乗せるのはかなり困難でした。最初エンジンかかんなかったり、タコメーターは全然動かない、全部が初めてだったんで、やるたびにわからない当たっちゃう壁があるんで、それをどんどん一つ一つ片付けていってやっと動くようになったっていう。FR もついに24秒台突入、 GTR に迫るタイムだ。この RB26 スープラをドライブした大ちゃんによると、 2JZ のフルチューンだと中間トルクのお化けになってしまうから、ホイールスピンばかりで前へ進まない。でもこの RB は回転を上げてパワーを稼ぐようなセッティングになっているから、中間域でホイールスピンしにくい、だからタイムが出る。高回転でのパワーもあってどこまでも加速していくような感じとのことでした。上まで回るエンジンが必要だから RB が乗ってたらなという考えは誰しもしうることですが、本当に乗せ替えてしまおうというのは全く別の話。それなのにそれを平然とやってしまうのがスモーキーなのです。この方はチューナーというよりもクリエイターと呼ぶ方が合っている気がします。自分の頭の中にあるアイデアを具現化する能力が突出しています。今回の RB スープラの他にも数々のとんでもマシンを世に出しているスモーキー氏、今後の製作マシンも要チェックですね。ただ一つ思うことは、今回の車はスープラと呼んでいいのでしょうか。80スープラの命は 2JZ なので、 RB が乗っている時点でもはやスープラではなく FR の GTR という表現の方が近いと思うのですが、皆さんはどう感じられましたか。いかがでしたか。今回は RB26 スープラをお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードは、ビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。